大阪府では予告信号として黄色黄色の2灯とこの先信号機の表示板を併設してあることがよくあります。予告信号の中には角型灯機が残っている箇所もあるので面白いです。松原ジャンクションから少し脇道にそれたところにあるこの予告信号も角型灯機を使用しています。この予告信号機の面白いところは、予告されている信号機が押しボタン信号機である点です。押しボタン信号機に予告信号機が設けられることは滅多になく、レアケースと言えます。この押しボタン信号機、かなり年季が入っているんですよね。レンズが焼けているのか、ホコリが溜まっているのか、透過が見づらくなっています。と、押しボタン信号機を撮影していたら、予想外の事態に出くわしました。まさかの玉切れ。あまりに横断歩行者が少なくて、赤ばっかり表示しているのでしょう。電球が寿命を迎えてしまっていました。夜に裁縫、全く電気が消えてしまった信号機はどこか怖さすら覚えます。